足痩せしたい人は一緒にやりましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、こういったバランスディスクを使って一緒にですね、3分とストレッチ1分、計4分ですね、一緒にエクササイズをしていきましょう。今回ですね、太ももの前とかがね、張りにくい方、足が太くなりにくい方にね、おすすめなスクワットを3種目、ストレッチを1分になります。まずですね、このバランスディスク持ってない方は、足痩せしたい人にはね、おすすめです。というのも、バランス悪いところでスクワットすることによって、筋肉をね、まんべんなく使える。そして足裏の悪い癖をね、なくすことができますんで、まあ、筋肉の偏りがなくなってですね、足痩せに効果的ということになります。で、今回ない方はね、説明欄に一応リンク貼っときますんで、よかったら参考にしてください。では、これを使って、まず3種目説明します。はい、まずボールの上に立った状態でですね、足は肩幅ぐらいにします。このまま手は腰に当ててですね、お尻を出しながらしゃがんで、腰を前に出しながら立ち上がります。横から見ると、手は腰で、お尻を出して、腰を丸めながら立ち上がります。意識しやすいために手は腰です。お尻を出して、腰を丸めて、おへその穴を上向きで立ち上がります。これをまず1分間行います。次にですね、足は肩幅にして、時計回り、反時計回りという風に体を動かしていきます。やってみます。右体重から腰を回して立ち上がる。左体重からお尻を出して立ち上がる。横から見ると、こっから動いて立ち上がる。片足に体重を乗せてお尻を出して立ち上がる。といった感じになります。で、もう一種目は、ボールを片足投げに乗せてですね、しゃがんで立つ。しゃがんで立つっていうのを30秒ずつ行って、まあ、計3分です。残りの1分はストレッチです。ポイントは足の裏をうまく使ってですね、まんべんなく筋肉を使えるというところにメリットがありますんで、まあ、通常のスクワットをするよりはですね、こういったスクワットをしてもらえたらと思います。では今から4分間頑張っていきましょう。ボールがない方はですね、とりあえずは床で同じような動きをしてもらっても結構です。では行きます。では腰です。お尻を出して、腰を前に出して上がります。バランスをしっかりとりましょう。足の裏をうまく使えるようになってください。バランスボールの上ですることによって、足の裏の使い方がね、うまくなりますんで、筋肉の張りとかがですね、なくなったり、バランスの悪い足がですね、バランスの良い綺麗な足になります。ゆっくりバランスを取りながら足の裏をうまく使ってください。10秒、お腹をしっかり引っ込めて腰を前に出していきます。次はですね、右から回って立ちます。今度は左からお尻を出して回って立ちます。丸を描く感じです。体重をしっかり片足から片足に移していく感じです。足の上でしっかりバランスしてください。お尻を前に出しながら立ちます。足全体がですね、つらくなってくると思います。次はボールを1本にします。今度は片足に体重を乗っけたら戻ります。ボールをね、しっかり潰す感じで反対足を伸ばしていきます。お尻をしっかり出して
かりね、マネモモともも裏にしっかり効きますんで、しっかりね、ボールを踏んでください。これは、はい、反対です。しっかりボールを踏んで帰ります。全体を使うので一箇所だけがね辛いっていう感じではないので、意外とねやりやすいでしょうね。あと3秒、はい、 OK です。はい、残り1分ストレッチしていきます。はい、しっかりつま先を上げてですね、ハムストリングとふくらはぎを伸ばしていきます。息を吐きながら遠くに体を伸ばしてください。はい、反対も同じです。つま先しっかり上げて体を前に倒していきます。今度ですね、膝を曲げて前のももをしっかり伸ばしていきましょう。楽な方はこのまま少し前に倒れてください。反対もいきます。バランス取り方はどっか持ってください。ここに曲げて前もも伸ばします。ここからね、しっかりバランス取れて前もも痛くない方は前に倒れていきます。残り10秒です。今度はしっかりね、かかとで自分のお尻を蹴る感じで前ももが張らないように伸ばしてください。はい、 OK です。お疲れ様でした。まあスクワットに関しては計3分頑張りましたけども、ボールない方はね床でやったと思います。床でも結構ね辛いというのと、あとは筋肉をねやはり一定方向で動かないので、体をね動かしながらスクワットしますんで、まんべんなく使うことができます。なんでね、しっかり効率のいいスクワットになりますんで、まあ、こういったスクワットをですね、まあ、毎日1日3分とかストレッチ合わせて4分頑張ってもらえたらと思います。まあ、こういった今回このバランスディスクを使いましたけど、ない方はねこれ結構安いですから、1個1500円くらいかなぐらいで売ってますんで、一応リンクを貼っておきます。ということで今回はね、太もも痩せスクワット3種目ストレッチ1分でした。頑張った方はよかったらグッドボタンやコメントお待ちしております。よかったら SNS などのシェアもよろしくお願いします。まあ、太もも痩せに関することにね興味がある方はよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。